モルドバ軍は、モルドバの国軍である。内陸国であるため、陸軍と空軍の二軍構成となっているほか、ゾイドニエストル共和国やロシアからの外国軍も含まれている。モルドバは、旧ソビエト連邦に関連するすべての軍備管理義務を受け入れている。同国は1992年10月30日、ヨーロッパにおける通常戦力条約を批准。この条約は、 従来の軍事装備の主要カテゴリーにおいて、包括的な制限を設け、それらの制限を超える兵器の破棄を規定するものとなっている。また、1994年3月16日には、北、大西洋条約機構の平和のためのパートナーシップに加盟。同年10月には、ワシントン DC で、核不拡散条約に加盟している。1990年11月2日、 モルドバ国家の形成に先立って MSSR の最高会議は軍事化された政府機関として共和国親衛隊の創設を指令する。この部隊は後に1991年9月3日に共和国軍へ編成され、その後ソ連崩壊によるモルドバ共和国としての絶対的な独立時に現在のモルドバ軍となった。当初は一万二千から一万五千人の志願兵の 移行が計画されていたが、1991年に、同国内の紛争が勃発すると18歳から40歳の男性が徴兵、動員され、軍組織が一時的に拡大された。同国軍の参謀は、現在、以下の形で構成されている。同国軍には、祝日と同一にある職業上の休日が設けられており、9月3日を国軍の日と定めている。なお、 同国軍は、核兵器並び化学兵器、生物兵器を常備しない軍隊である。2014年11月12日、米国が、モルドバ国軍の平和維持活動大隊へ、モルドバの平和維持の能力を高めるためとして、ハンビーを寄贈並び寄付している。ありがとうございます。